こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきましょう。今回は前回に引き続き闇チョコシンジケートへということで、今回は収集クエストをやっていきたいと思います。まず初級ですね。水属性、オーバーしない。ゆっくりでもスタートします。リスタート、ステージか。苦手なんだけど。の攻撃量ですね。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。みんなと一緒ならできるよ。食らえです。まあ倒しちゃいますよね、容易に。やりました。バレンタインデーに外出したら大変なことになると思う。中級行きましょう。引き続きこのメンバーで、リゼ星5で持ってますからね。盾役としてぴったりなんですよね。手加減しませんよ。うまくいくといいんだけど。食らえです。サポートします。ちょっとだけ痛いのをお見舞いします。すごい。やった、勝ちましたよ。もう完全にアズニャンのためのチームになってますね、今のところ。バレンタインデーに外出したら、さあさっさと上級行きましょう。テンポ早いですね。シマリ、ゆっくりでもします。覚悟するです。ギャフン。手加減しませんよ。ちょっと残った。あー来ないか。これ以上アズニャにリカバリー。いいですね。で当然勇気の力を発動して、ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。みんなの力になれますように。覚悟してもらうぞ。一旦倒した。有効活用ですね。皆さんのやる気をアップします。この時のために練習したんですから。いきます。まずにはまっしぐら。いいですね。
あまりにもいくら向いてないと言っても威力が違いすぎます。そろそろチョコが持ちきれなくなりそうだな。ちょっと急ぐ。ありがとうございます。すっごく助かりました。張り込みグッズ20っていうのをいただいてますね。で、そう、続きいきましょう。こちらでバレンタインとはいえ浮かれるのはほどほどにしろ。ボイツダムあるんですね。ボイツダム後でやるか。バレンタインデーに外出したら大変なことになる。というとこまで。ひとまず長球です。オーバーしちゃうんだ。これでもダメ。みかん。まず1回倒しましたね。力が湧いてきます。これ1体何するんですか。くらえです。いいですね。スキルアップきた。支援するぞ。この時のために練習したんですから。いきます。ダメージが結構鋭い。ここは私は引き受けた。力が湧いてきます。倒しましたね。倒しちゃった。あ、倒しちゃった。バレンタインデーに外出したら大変なことになると思う。これで赤は全部クリアですね。スタミナがちょっと足りない。テンポいいので続いてこちらの属性もやっちゃいましょう。当然のごとく月属性だよな。月属性はこれですね。シャミ子。よーし、行くよ。
ひょう。くらえです。みんなと一緒ならできるよ。くらえです。みなさんのやる気をアップします。まず一体やられる前にやっちゃえ。見た。このまま行くとキルミが倒しちゃうんで。上等じゃないか。心配するな、まだいけるって。どっちがいいんだろうな。スキル使ったね。見せてやるです。いきます。あずにゃーん。うわ、倒しました。6までしか上がらないのか。まあ初級だとそうなりますよね。バレンタインデーに外出したら大変なことになると思う。結構だからスタミナ使いますよね。ダイを使用して、3位中級行きましょう。ヒューが緑。欲しいですね。手加減しませんよ。うまくいくといいんだけど。くらえです。やった、勝ちましたよ。そろそろチョコが持ちきれなくなりそうだな。もっと上級か。メリーメナイトメア。よし、行くよ。夏の女子高生を舐めるなよ。暴力発散。やられる前にやっちゃえ。大丈夫よ、私が助ける。力が湧いてきます。やられる前にやっちゃえ。食らえです。やるっきゃないよね。残念、ミス。正攻法では難しそうね。みんなと一緒ならできるよ。この時のために練習したんですから。いきます。強いな。そろそろチョコが持ちきれなくなりそうだな。さあ、上級です。
九条カレン行ってくるです。来たわね。相手になるわ。やるっきゃないよね。私が力を貸すわ。いい感じですね。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。ゴリッタになった。ミス。これで全滅させられるんだ。あれ？これってこんな効力だっけ？とりあえず。すぐに全滅とはいかない。結構食らうな。もう回復させましょう。今は耐えるのよ。手加減しませんよ。まだ知らない。どんどん使っていって、スキルレベルも上がっていく。響き、また違う方向に走ってたのか。あっという間に収集クエスト全部クリアですね。しましょう。超強敵には足りないんだ。これが響きの幸運の力だ。とりあえずご一段行けるとこまで行きましょう。これからダメだよ。自信ママですね。このチョコ、ナス女よりはうまくできてると思うわ。2月13日って明日じゃないですか。ニューゲームですね。
どうしたんだろう。にひひ。なんか勝手に落ちちゃいますよね。あれですかね。え、はい。そんな。でも。くぬぬ。でも。うんうん。ふみ。望むところです。さあ、2月14日になりました。どうもっす。なんかやばいな、もう。まさか。うわ。あの、ねえねえ、確か。というわけで、バレンタインになると年に近づく輩が、それじゃあ出発しましょう。ギャグ団には挑戦できない。極クエストはちょっと辛い。あと収集クエストで、そろそろチョコが持ちきれなくなりそうだな。メリーナイトメア1体倒した。大丈夫よ、私が助ける。くらえです。痛い。だそう。やっ、こうかな。いろんな薬を混ぜてみたよ。来ました。倒した。あれ、これってこんな効力だっけ。で、これで勇気の力を振り絞る。うまくいくといいんだけど。力が湧いてきます。そしたら、になって、何するんですか。守りも大切よ。この時のために練習したんですから。いきます。次はまっしぐら。いいですね。倒しました。
クエストとか大変かと思いますけど、頑張ってください。もう一回。ノイジ、それじゃあ出発しましょう。負けませんよ。あれ、これってこんな効力だっけ。そういうことか。とりあえず大丈夫よ、こいつの私が助けるスピードを上げましょう。私から行きます。体がついていきません。そう、眠った。成功法では難しそうね。なにこれ、深いだわ。片方眠らせたい。オッケー。いろんな薬を混ぜてみたよ。いた。平気です。あ、違った。戦う相手が違う。勝っていいの？集団攻撃でやった。私から行きます。頭フルフルしてる。ふるみじゃ全然防げない。心配はいらないです。もうちょっとだ。自身を召喚かな。体がついていきません。早いや、動きが。チェックメイトですよ。とりあえず枚数を削らないと。こんな効力だっけ。じゃあ、じゃあ当たってください。暴力反対。来たわね。相手になるわ。落ち着いて、今は耐えるのよ。やばいな。ちょっと、よっしゃ、こーい。こいつで決まりだ。みんなで力を合わせましょう。ここで勝負ですね。気を引き締めていきましょう。余裕です。へい。ふん。体がついていきません。守りも大切よ。これくらいしないのか。私の本気見せてあげます。守りも大切よ。そんな結構やばいですね今。
ています。間違えた。平気です。この勝負もらったわ。よくはした。動きが悪い。あー、こっちですね。あえて時間はかけたくありません。こうとか。うまく交代可能だが、スポートキャラクター交代できない。やばいですね。受けてください。やるしかないでしょう。一気に終わらせますよ。なんでしょう、先輩へのチョコレート。これを冷やして。なんか普通すぎるかな。青葉さんが好きそうな感じだと。なんですかこんな時に。おっと、私が助ける。まだちょっと残ってるな。考えるのは後回し。やるぞ。ちょっと自分が背負ってだんだんダメージが。無理ですね、やっぱり。回復薬はちょっと少なすぎるんだよな。いろんな薬を混ぜてみたよ。戦闘開始ね。それやられる前にやっちゃえ。ボルキュー限界であります。もらったわ。ちょっと完全に作戦失敗ですね。こうとか。こういう方法だってある。そんな。余裕です。もらったわ。よく彼女は使わざるを得ないもんね。そうだ、みんなと一緒ならできるよ。成功法では難しそうね。余裕です。受けてください。あんまりダメージ与えられないし。私にやれることがあるなら。この勝負もらったわ。受けてください。回復しますしね。えい、うん、大丈夫よ。私が助ける。任せてください。平気です。
とか。はあ、やばいな。もうちょっとだ。へい。へい。せや。うん。平気です。へい。ほら。うん。私まだまだです。盛り上がってきたな。でも倒したが間に合わない。厳しいな。ということでこの人質はちょっとまた頑張ってやらないといけないですね。今夜はお月様が綺麗ですね。一回だけやってみましょう。行ってみましょう。こんばんは。ご所望は？限定効果。今のおすすめ。お、なんかいいですね。チョコバス。チョコバスはステラの魔法の。チョコバスを買えないと効果はないみたい。ってことは、交渉成立。おいしそうか、レンか。はい、ひとまずこれで強化してみましょう。レベルも足りない。逆に言ったらそうだいうキャラクター上げれば進化できるってことか。じゃあ強化に。これで進化できるってことじゃないでしょうか。できますね。
うん、いい感じ。そうだユウ、進化成功です。21人目ですね、進化は。つまりチアも同じように進化できるってこと、強化できるってことじゃないでしょうか。もう今日進化です。素敵ね。お、解放条件メモリアルクエスト。まあこれはまた後でやりましょう。ゲットで、もう一回強化、限界突破じゃない、進化、限界突破かな。結構限界突破できる人多いですね。僧侶という条件が満たされる。アルケミスト、あ、いけますね。2つ、僧侶、スロースタートのじゃない、高山遥か。60なんで、なんだか勇気が湧いて、どんどん 上限上げていきます。これでカオス先生も100に行きますね。もっと足りるのかな。お、結構普通の成功か。あと5ですね。ひとまずはこれで限界突破は終了かな。お、彼女もあげられる戦士。やった、勉強の成果が出たみたい。そうですね、クルミザーもナイトが上げられるんで、結構上げられるようになりましたね。小羽も上げられると、まあ、あまり上げすぎてもではなるんで、上げるのはここまでとしたいと思います。でもどちらにしても楽しみではありますよね。ということで、次回もこの強化された人たちをもとに、プレイしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターも説明欄に記載してますので、よろしければ見てください。ご視聴いただきありがとうございました。
ゲーム動画で行こうでした。